今回はおすすめのコスパのいい黒スキニーを紹介していきたいと思います。はい、どうも皆さんこんにちは、川島隆博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、タイトルの通りおすすめのコスパのいい黒スキニーをご紹介していければと思います。僕、黒いスキニーパンツはもう多分十何年ずっと履き続けてると思うんですけど、いろんなブランドを履いてきました。まあ、なんか結構長い期間履いてたものもあるんですけども、それだとまあ、例を挙げるんだったらラグスマックレガーとか、今はもう売ってるのかちょっと分かんないんですけども、そこはまあ友人が働いてたりとかして、そういった関係ですごい好きなサイジングだったりとか、細さだったりとか、生地感だったりとかあるんですけども、ここも 5,6 年近くはもうずっとユニクロのスキニーパンツを履いてます。で、最近だと、無印良品の、スキニーパンツも履いてるんで、まあ、この2つをちょっとご紹介していければと思います。こちらなんですけども、どっちがどっちだか黒パンだか分かんなくなっちゃう。 3 days later、 こっちがユニクロですね。で、こっちが無印良品。違い分かる人とかいますかね、この状態で。まあ、なんか細かく見ると違いはもちろんあったりとかするんですけども、両方僕がもう2ヶ月近く履いているものになるんで、多少こう伸びてきたりとか味が出てきてしまっている部分があるんですけども、簡単に比較していきます。はい、まず、金額なんですけども、ユニクロ無印良品ともに3990円ですね。かなりコスパいいです。この金額の安さっていうところはかなり大事かと思います。結構黒いスキニーとかだとこう色が落ちてきたりとか、まあ、ビヨビヨ伸びてきてしまったりとかすることが多いと思うんですけども、やっぱり定期的にこう買い替えてもそこまでこう出費が痛くならないくらいの金額って、3990円ってとても嬉しいので、ここはかなり嬉しいポイントですね。はい、で、素材なんですけども、ユニクロが 93% 綿、5% が複合繊維ポリエステルって書いてありますね。で、あと 2% がポリウレタンが入ってるそうです。綿が意外に少ないですね。なんでやっぱりすごいよく伸びる。ここに置いてあるのもユニクロなんですけど、今僕が履いてるのもユニクロのスキニーなんで、履き心地はもう熟知しております。で、無印良品なんですけども、綿 96% のポリウレタン 4%、 なんと無印良品のが綿が多く使われているってことですね。なんかこの分かりづらかったらあれなんですけど、綿が 100% であるほど、まあ、ストレッチがないような状態ですね。で、ユニクロの方はウルトラスキニストレッチジーンズみたいな感じで、ちょっと長い名前なんですけども、無印良品の方は確か縦横ストレッチデニムみたいな、でスキニーパンツっていう種類なんですけども、両方とも違いはあるんですけども、ストレッチの効いてるパンツになりますね。はい、で、次にサイズ感なんですけども、両方とももう2ヶ月くらい履いているんですが、両方とも28インチで丈詰めしていない形になりますね。で、ユニクロの方は丈詰めしないんで長いんですけども、無印良品ってなんか確か82センチと、76センチって形で股下の長さの種類があって、で、僕76センチの方で一応丈詰めなしで履いてます。で、それぞれのサイズ感なんですけども、この裾にかけてのスキニー感っていうのが結構スキニーパンツ大事かなというふうに思うんですけども、ユニクロの方が圧倒的に細い感じがします。もちろん丈が長いんで、その分の、テーパードがかかっているっていうところもあるかもしれないんですけども、で、逆にユニクロの方はそこまでこうスキニースキニーしていないっていうのが個人的な感想ですね。腰回りの感じなんですけども、同じこう28インチなんですが、個人的には無印良品の方がちょっとゆったりしてるように感じます。なんかサイズ表とか見て比較はしたんですけども、まあ同じだったんですけども、なんか多分ストレッチの感じだったりとか生地感でちょっとサイズ感に違いが出てるのかなと思うんですが、無印良品の方がちょっとゆったりめに感じました。まあ、ガバガバって感じでは全然ないんですが。はい、で、デザインのところなんですけども、両方とも黒いスキニーパンツってことで、もうシンプルな作りにはなってるんですけども、ユニクロはまあオールブラックっていうのが個人的なイメージですね。このポケットの裏地であったりとか、この見えるかな、ボタンの部分とか、こういったところまで全部黒、ステッチももちろん黒なんですけども、そういった意味でオールブラックっていうのが個人的なユニクロのイメージですね。僕は大好きです、そういうのは。で、逆に無印良品の方なんですが、無印も一応ボタンの方は黒ですね。なんですけども、ちょっと個人的にあんまり好きじゃないポイントにはなっちゃうんですけども、このポケットの裏地なんかがちょっと白いもの、白までいかないか、でも白か、こんな感じで白くなってるんですよ。
なんでちょっとポケットからチラッと見えた時に白くなってるんで、デニムっていうよりもなんかカラーパンツに見えちゃう気がして、ちょっとそこがもったいないなと個人的には思ってます。でもまあそこまで気にならないですかね。であとはデザインのところなんですけども、無印良品だけはここのケツポケット、右ケツポケットの上にこんな感じで、確か携帯電話を入れる用のポケットって書いてあった気がするですが、まあこういった形でちょっと隠しポケットみたいなのがついてますね。なのでちょっとそういったデザインのところにも遊び心があるのが無印良品なのかなと思います。はい。で最後に着心地というところなんですけども、ユニクロと無印良品、個人的な感想なんですけども、こう着やすいのは無印良品かなと思います。生地感がなんかちょっと固めなのがユニクロっていう感じで、なんかどっちかっていうとデニムっていう感じがするのは、なんか混合繊維とかいろいろいっぱい入ってるのにユニクロの方がするんですよ。ただ逆に綿とかいっぱい使ってるのに柔らかく感じたのは無印良品の方が着心地は良かったです。縦横ストレッチっていう形でこう自由に伸びてるからなのかわからないんですけども、まあ、履いた時からこう結構柔らかくて、で生地の薄さもあるのかもしれないんですけども、はい、着心地は無印良品の方がいいかなと思います。2ヶ月近く経った今で結構両方とも頻度ユニクロの方がちょっと多いのかな、多いんですけども、こう履き比べた時にも無印良品の方がちょっと伸びが大きいイメージはあります。なんでそういったちょっと生地の柔らかさであったりとか薄さなんかも影響してるかなと思います。はい、ということでさっきの2種類ユニクロと無印良品両方履いてちょっとスニーカーとかブーツとか合わせてみたいと思います。なんで無印良品の方の股上76で買ったかとかって結構使い分けしてる時があるんですよ。こう裾が溜まってる状態と溜まってなくジャストの状態のスキニーパンツで全くシルエットが変わってくるんで、それは多分こう上に T シャツだったりとかジャケット合わせるよりもスニーカーだったりブーツそういったもので比較した方が分かりやすいかなと思うので、足元だけちょっとご覧いただければと思います。っていうか、どっちがユニクロでどっちが無印良品か分かりますか？多分分かんないと思う。はい、正解なんですけども、こっちが無印良品ですね。はい、ってな感じで、なんか多分クロスキニーだとこう見た目だったりとかシルエットでこう判断するのって結構難しいと思うんですよ。ストレッチ入ってるからその人の足の形にもなっちゃうと思うんで、まあ、なんで僕的にはそのなんでこう無印とユニクロ両方持ってるのって言った時に、金額も一緒じゃないですかって言った時にはこの質感だったりとかそのサイズのこのストレッチ具合着やすさであったりとか、あとは丈詰め基本的に僕あんま面倒くさいんでしないんで、短いのを履きたい時は無印良品を使ったりしますね。こう丈が短めなんでこうロールアップして履いたりとかする分にはこっちの方がすごい調子いいんですよ。逆にユニクロの方は長すぎるんでロールアップしようとしても結構長いんでなかなか厳しかったりとかするんですよね。はい、ちょっと戻ります。はい、ということで戻ってまいりました。こちらにいかがでしたでしょうか。こう足元だけのスニーカーだったりとかブーツ合わせてその丈感だったりとかをお伝えしたかったのと、あとは多分シルエットくだらないことちょっとやったんですけども、足元の丈感のところを見なかったら多分どっちがどっちだか分かんなかったと思うんですよ。よく見ないとっていうくらい多分黒のスキニーって選ぶの難しいと思うんですよ。なんでその人の、ね、腰の形大きさだったりとかもあると思うし、ふくらはぎがこう筋肉質の人だったりとかするとまたサイズ感がすごい変わったりとかすると思うんで、まあ自分に合った一着っていうのがすごくおすすめだと思うんですが、まあ、その中でもコスパのいい2つ無印良品とユニクロをちょっとご紹介させていただきました。個人的にはこの2つがすごくコスパが良くてもう長年使ってますね。
でどっちかというと頻度が高いのはユニクロかなと思います。すごくなんかデニム履いてる感があって、なんか綿パン履いてる感があるのが無印良品なんですよ。こうデニムっていうよりもなんか結構ストレッチだったりとかが効いてて柔らかいっていうのがあるからかもしれないんですけども、まあ、そういったとこを踏まえて僕個人的にはユニクロの方がちょっと好きかなと。はい、ただ丈を詰めたりするのが個人的にあまり好きじゃないというか面倒くさがりなんで、そういった点でこの丈の違いで使い分けるときにはユニクロと無印良品で、短い方は無印良品、丈長いのはユニクロみたいな使い方で2種類持ってます。はい、今回の動画はいかがでしたでしょうか。なんか黒パンってこうスタンダードでありすごく大切なものっていう感じがするので、なんか原点であり頂点じゃないですけども、まあ、そういった感じで今回ちょっとお伝えできればと思ってやってみました。なんか今後なんか好評であれば黒パン使った黒スキニー使ったコーディネートだったりとか、合わせ方とかもちょっとやれれば面白いのかなとか思ってるんですけども、ちょっと今回それまで入れちゃうと結構な尺になっちゃうので、今回はもう足元スニーカーと、ブーツだったりとか丈感のところだけちょっとお伝えできればと思って、ユニクロ無印良品がコスパいいよっていうところだけちょっとお伝えさせていただきました。今回の動画がちょっとでも良かった、参考になったと思われる方いましたら高評価やチャンネル登録をお願いいたします。あと少しでチャンネル登録4000人っていうところですごく嬉しいのでありがとうございます、いつも。はい、っていう形でまた次の動画で会いましょう。バイバイ。